道長と実助。光る君へに学ぶ日本史。二人の日記比べ。藤原道長は日記御堂関白記を残しているが、これは世界最古の自筆日記である。現在自筆本14巻が現存しているが、もちろん国宝となっている。一方の道長のライバル藤原実助は、約半世紀にわたって書いた全61巻の膨大な日記小遊記を残した。道長と実助が書いた御堂関白記と小遊記を詳しく見ていこう。平安時代、日記をきちんと書くのは貴族のたしなみであった。道長の祖父藤原諸助が日々の心得を子孫に書き残した九条殿遺懐にこんな一節がある。朝起きたらまず暦を見て、その日の吉兆を知る。洗面後は昨日のことを記す。書くことが多い時は日中に回してもいい。日本人が日記を書くようになったのは、これより約100年前の9世紀の終わり頃だとされている。もちろん庶民は文字を書けないから、日記を記したのは貴族たちであった。藤原道長は内乱となって権力を握った995年長徳元年から日記を書き始めている。現代では通常日記は自分のために書くものであって、特殊な例を除いて公開することはあまりない。しかし平安貴族の日記は公開することを前提に書かれており、貴族同士で売り買いされるほど価値の高いものでもあった。礼儀作法やしきたり、有職故実などが詳細に書かれていたため、朝廷の行事を行うには欠かせなかったのである。土佐日記や更科日記のような日記文学は別として、貴族の日記は歴本に書かれた。歴本というのは、恩陽寮という役所にいる歴博士学者が作成し、日の良し悪しや吉兆を判断するための情報が具に記されている。そのためこれを愚中歴と呼び、1年間で2巻セット、半年に1巻となっていた。一方の藤原実助が書いた小遊記は、小野宮流の右大臣の日記という意味で、全61巻もある。小遊記は古来の先例に基づいた朝廷や公家、武家の行事や法令、制度などの有職故実について詳しく、全文が漢文で書かれている。道長の日記は御堂関白記と呼ばれたが、これは江戸時代になって広く流布した名称である。道長が自分の日記に名前を付けたわけではないし、第一、道長は生涯を通じて関白にはなっていない。そのため定着するまでは様々な名称で呼ばれてきた。ちなみに御堂関白記の御堂とは、自身の建てた北条寺に住んで御堂殿と呼ばれたことに由来する。道長は朝廷のトップに立った30歳から25年以上も日記を書き続けた。当初は記述もまばらだったが、完全に権力を握った寛弘年間に入ってくると、詳細な出来事を書き残している。御堂関白記は道長が自分で書いた世界最古の自筆日記だが、
文字にはその人の性格が現れると言われる。文字から道長の性格を判断すると、彼は活発で陽性な気質の持ち主だったようである。その反面、随分気まぐれなやんちゃでもあったろうと思われる。歴史学者の倉本和弘氏は道長の日記から彼の性格を次のように分析している。とても感激屋でよく泣き、素直な性格で自分の行為に対して素直に自賛したり、またその場の雰囲気に合わせて冗談を言ったりすることが多い。大層怒りっぽい人である一方で、非常に気弱な人でもあった。側近の雪成に弱音を吐いたり、自身の日記に愚痴を記したりすることもしばしばだという。一方、日本史学者の山中豊氏は、日記には誤字脱字が多く、少々荒っぽい書き方も少なくないとする。道長が大雑把な性格だったことがわかるという。ところで、道長が読んだと言われる有名な望月の歌は、御堂関白記には書かれていない。書き残しているのは道長のライバル藤原の実助で、小遊記に記述されている。道長はこの歌で悪名を高めたが、それは実助が日記に記録して後世に広めたからである。御堂関白記は995年から1021年まで書かれたとされ、998年以降が残っている。それに対して小遊記は982年から1032年までの半世紀の長期にわたる記事が網羅されている。ともあれ、平安時代の詳細な事件などを現在の我々が知ることができるのは、道長と実助が御堂関白記と小遊記を残してくれたからである。